陸上、世界選手権、第7日、25日、日本時間26日、ハンガリー・ブダペスト、女子やり投げ決勝、写真、スタンドが大喜びの中、頭を撫でられる北口遥か北口遥か、25イコールジャルの快挙の裏には、姿勢の改善があった。大会前には姿勢に気をつけていると明かし、解剖学的律石という言葉とともに、教室にあるような骸骨。 標本の姿勢を目指していると解いていた。実際に助言を送ってきた足立和孝さん、元筑波大准教授が北口の体の特徴について説明した。取材、構成イコール藤塚大輔陸上やゴルフのように止まった状態から体を動かす競技では基本姿勢が鍵を握ります。解剖学的立位 C とは気をつけの状態から手を前へ向ける姿勢。 身体感覚のゼロの状態を脳に認識させる意図があります。体を動かす際、脳は最初の姿勢の感覚を基準に指令を出します。そのため、ゼロ状態の姿勢が大切となります。北口選手は恵まれた体格ですが、初めてお会いした20年秋頃は猫背気味でした。身長が179センチもあって目立つため、背中を丸めがちだったのでしょう。 下半身の動きもドタバタしており、基本姿勢が身についていませんでした。そこでまず、走り方の改善を助言しました。上司と歌詞を強調させ、腰のひねりを噛み合わせるため、階段を素早く登り下りするトレーニングやリズムのある走り方を提案。ゼロ状態でも胸を張れるようになりました。そのことを、骸骨、と表現されたのだと思います。 スパイク改良も後押し足元へのこだわりも進化を後押しした。ただただ、より良くしようと、と今季、スパイクの改良をメーカーに依頼した。助走速度を上げていく中、安定感を増やすために最後に踏み切る左足だけ底面を数ミリ広げた。これまでシーズン中に修理することはなかった右足のスパイクも、つま先のカバーの消耗が速くなるほど助走がスピードアップしたという。 細部まで徹底し、今期はより安定した成績につなげている。